はい、じゃあ第4部どんどん行きますね、はい、これどんどん行くっていうのはなんで、うん、あの今日は2時間コースだからどんどん行ってるんじゃないよ、はい、あのテーマが、うん、ほぼほぼ一緒やね、うん、だから、はいはいはい、うん、まあ遊びっていうのと楽しむ、うん、まあ、単語で考えたらいいよ、うんうん、遊びという単語、うん、楽しむという単語、うん、この2つのテーマね、うん、以外があんまり出てきてないんで、うんうんうん、それは手を変え品を変えいろんな角度からあの読者の意識潜在意識に訴えかけるという手法なんよね、うんうん、でまあ同じなんやから、はい、あのそんなにゆっくりやらなくてもいいということね、うんうん、34ページ真ん中ぐらいに、原因よりも起きた問題をどう解決するか、解決する中で何を学ぶか、大事なのはそこなんです、うん、静香ちゃんが以前母親に何か言われた時に、なんでやろう、これが原因ってことだよね、なんでやろう、うん、それよりも、うん、どうすればいいんやろうの方が大事だね、うんうん、なんでやろうがなんでよくないと思う、母親から何か言われて、うん、うわーって理不尽やなって思われ、うん、嫌だなって思った時に、うんうん、なんでこんなん言われないといけないんやろうって思う発想は僕はよくないよって言ってる、はい、どうすればいいんだろうという発想の方がいいよって、うん、どうすればいいって今静香ちゃんが頭の中に思ってる意味と違うよ、この言うことを聞かないためにはどうすればいいんだろうっていう、あもっと言えば、うん、私が幸せになるためにはどうすればいいんだろう、うんうん、で僕が今教えてることは、うん、ね、3年前までのあなただったらどうするかを思い出して、うんうん、それに近い状態を演じること、うんうんうん、それが今のところいいんじゃないでしょうか、はい、って言ってるね、はいはい、うん、だから解決って、はい、自分で考える方法もあるんやけど、うん、人に教えてもらって、うん、それを練習するっていう方法もあるんよね、うん、で僕は人に教えてもらって練習した方が、うん、あのよっぽど早いんじゃないかなって、うん、その練習をしてないと自分で考えるっていうことはなかなかできないよね、うん、いろんなパターンを体で覚えたことによって似たパターンの時に自分で応用する、ね、だから基礎っていうのは何ですかって言ったら、いろんなパターンをあの人から教えてもらったことをできるようになることを練習するっていうのが基礎だと思うよね、うん、例えば YouTube、うん、を早くあの人気が出る YouTube ちゃん、うん、番組にしたいんだったら、はいはい、片っ端から YouTube を見ますよね、うん、まず、うん、はい、まずそこをしないからね、うん、わかるよね、うん、まず片っ端から YouTube 見るよね、うんうん、はい、じゃあその次静香ちゃんだったらどうしますか、まずは普通の人はチラチラっと見て自分はどんな YouTube にしようかなって考えるのがごく普通のパターンね、でその1個上の方法は片っ端からまず YouTube をリサーチする、はい、問題はその後やわ、うん、その後どうしますか、聞く、いや違う違う、あの見る聞くの後やってみる、違う、もうそれやりだしたらあの人生100年じゃ足りへんね、もうそこが成功のコツやで、これはあんまり言いたくないけどちょっと、うん、コツなんよ、コツ、うん、まあ、聞いてしまえばね、うん、そらそうやっていうことやね、うんうんうん、でもそれをあの知ってる人が少ないし、知っててもやってる人が少ない、片っ端から見て、うん、まあ、片っ端から見るということもしないやん、しないです、だからまずは片っ端から見るやん、うん、その後や、その片っ端から見たその情報をどう使うか、どっちの方向に使いますか、うんうんうん、その YouTube どうですか、はい、はい、答え言いますね、はい、
誰とも似てない YouTube を作るんよ、うんうんうん、はい、あなたの競馬 YouTube は、競馬の YouTube は誰とも似てないですか、誰かと似てますか。誰かと似てる。そうですね、うん、このまま誰かと似てる YouTube を作って、うん、先行優位の人、うん、先行優位っていうのはさ、ね、だいたい SNS とか、うん、まあ、社会もそうやけど、うん、はい、先にやった人に後から来た人ってなかなか勝てない、うん、ね、サムネを見て誰かに似てるな、うん、YouTube の動画を見て誰かに似てるな、うん、まあ、話し方は自分の個性なんで、うん、そこまで変えるとあんた誰っていう話になってくるんで、うん、まずサムネ、うん、いや人と似てちゃダメですよ、うん、番組内容競馬のね、うん、いや人と似てちゃダメですよって、うん、ほとんどの人が競馬はどういうサムネですか、うん、それをリサーチしてください、うん、ほとんどの人が競馬番組の構成ってどんな感じですか、うん、リサーチしてください。だいたい、まあ、ほぼほぼワンパターンなんよ、うん、その次はどうする。じゃあもう違うことをすれば成功するっていうのは分かったなと、うん、いや斉藤ひとりさんもそうやなと、うん、人と違うことをしてるなって、うん、あ、じゃあ私も人と違うことをしよう、うんうん、人と違うことってどうやって見つければいいんですか、うん、競馬の YouTube を他の競馬 YouTuber と違う見た目にしたいってなった時にめちゃくちゃ簡単な方法があるんですよ、めちゃくちゃ簡単、めちゃくちゃ簡単な、うん、違う、もうこれもねめちゃくちゃ成功のコツなんです、ちょっと変える、ちょっと変えたぐらいじゃダメなんです、うん、めちゃくちゃ違う、まあ、YouTube なんかすごく分かりやすいんやけど、まあ、ブログもすごく分かりやすいんやけど、うん、だいたいそのピラミッドで成功、うん、トップの人にすごい似てるんよ、うん、そうですね、分かるよね、うん、で上に行けば行くほど似てんねん、うん、そうですね、うん、でそれを今さら、うん、いやもうピラミッドの下には山ほど自分より才能のある人がおるわけよ、うんうんうん、いや語れへんよさ、うん、あの上まで行けないどころか、うん、あのピラミッドの1階部分で語れへんよまず、うん、ね、めちゃくちゃ簡単。あれピラミッドってなんかテレビかなんかで見たことある？砂漠に一つだっけピラミッドって。いっぱいあります、ね、あるね、はい、他のピラミッドの見てみたら、え、ちっちゃい競馬って書いてるピラミッドがあるんよ、はい、で自分はそこに行きたいんやけど、うん、競馬って書かない、競馬って書いてないピラミッドってないかなって、うんうん、言ってることわかる、うん、料理って書いてるとこあるな、うん、料理のトップの人の YouTube ってどんな感じなんやろう、旅番組のトップの人ってどんな感じなんやろう、うんうんうん、セミナー番組みたいな教育番組のトップの人ってどんな感じなんやろ、うん、できるだけ競馬の YouTube と違う感じのないかなって、わかる、うん、例えばサムネ、うん、もう似ても似つかぬ競馬の番組ないかなって、うんうん、馬ってイメージとして何が好き？食べ物。人参、うん、あなたは今まで人参の写真、はい、フリー画像でも何でも自分で撮っても、うん、それを自分のサムネイルに使ったことありますか？ないです。でも料理番組だったら？ある。そう、料理番組見てうわー美味しそうな人参ね、野菜、野菜でいいわけよ、うんうん、ね、それをサムネに持ってきて、うん、タイトルは競馬にすればいいわけでしょ。まずサムネがそこで変わるよ。だって、はい、じゃあ馬と無関係じゃないよね、はい、いやそこに宇宙を入れると、うん、じゃあ視聴者にものを考えさせたら不親切なんよ、うん、後でまあなんていうかな、
あ、人参ね。でね。いや、それ言えばいいよね。うん、開いたら、うん、うん、今日のサムネイルは私の好きな馬さんの人参ですって。今日はどこさんの人参ですとかね。うん、うん、スーパーでどこさんの人参が売ってましたんで、それ写真撮ってきましたとかね。はい、そういうのって違うでしょ。うん、まずそこで変える。うん、ね、中身、まあ大体競馬っていうのは、うん、予想してっていうのがパターンやね。うん、あとは結果。うん、うん、予想と結果か。うん、予想と結果なって、うん、予想と結果じゃダメなんやな私のって、うん、予想と結果以外って何かあるんやろか。予想と結果以外、うんうん、予想と結果とあと分析っていうのもあるよね、はい、その統計分析、うんうん、データ分析、はい、大体このまあメインはもう予想番組か、うん、データ分析か、結局は予想につながる、うんうん、ということやね、はい、うん、別に予想にはつながっていいんやけど、うん、そのみんながやってる予想方法ではダメじゃないかっていうことに気づかないといけないよね、うんうんうん、わかる、うんうん、全く変えなくてもいいよね、まあ、当然あの基本には忠実にならないといけないから、うん、私なりの予想方法、うん、他の競馬 YouTuber がやってない私なりの予想方法って何かないかなって考えるんよ、うん、なんかないですか、私なりの予想方法、私なりの、私なりの、うん、え、神様の勉強をしてる人なりの予想の仕方って何かあるんじゃないですか、神様と相談する、うん、うんうん、そうすると波動が上がる、違う結局何で選ぶことになるの、データ以外ってことになるでしょ、はい、インスピレーションでしょ、はい、それっていうのはあるのないの、ない、いや、ないんじゃなくて少ない、あるやん、はい、あー、はいはい、え、使ってないだけや、他の人が、あなたが、あ、私があ使ってる、いや他の人は使ってるけど それを前面に出してないだけ、そうか、後からデータを挟んで、うん、え、自分の直感の訓練もした方がいいんじゃないの、なるほど、うん、レースがまだ1個この下調べしてない時、はい、初めて見ました、おうおうおう、まだ抽選も終わってないの、はいはい、出場予定、あ、登録馬だけ、それ見た時に、はい、ね、はいはいはい、一着、わあ、なるほど、もしくは二着、なるほどなるほど、馬単やからね、うんうん、まあ、あなたは大体馬単で買うと思うから、はい、一着もしくは二着、はい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 、もね、でも3連単の人は馬券っていうね、うんうん、3位以内、うんうんうん、まあ、馬単勝負の人は2位以内、うんうん、2位以内の馬を違う視点で考える、違う視点、うん、神様の勉強、自分のインスピレーションを使いたかったらね、うん、こういう方法があるよ、カードに、はい、え、カードに、はい、カード1番から18番までのカードを、はいはいはい、自分で作って、うんうんうん、それを、はいはい、自分で引くと、はあ、うん、なるほど、え、だって、え、心の機能って、はい、心、そして潜在意識、はい、うん、で、まあ、心理学でもユングとか言ってる集合意識、うんうん、で未来も過去もつながってるとか言ってるわけじゃない、うん、いや、であればあなたが、うん、あの本気でなるほど未来を
想像して予知するというふうに自分で決めてやれば、僕は当たるようになるんじゃないかなって思ってる。先生、時間になりました、うん、言ってることは分かります、はい、これ今何部ですか？4部？4部です、うん、じゃあ4部はここで終わって、はい、ね、これ自由意志を柔軟に使うってこういうことやで。柔らかく使うっていう。いや、あのね、あなたたち真面目やからね、はい、あのこっちは自由意志なんですね。そうで、これ話しとったらまた終わらんから、はい、じゃあ4部はここで終わって、はい、はい、次、ありがとうございます。